この動画は以下の要素を含んでいます。それでもよろしければ、ゆっくりしていってね。突然ですが君たちにはここで重労働をしてもらいます。およそ視聴者に言っていい言葉ではない。はい、ということでどうも皆さんこんにちは、ニグでございます。今回は視聴者参加型企画、マイクラ露天掘りクエストをやっていきます。視聴者と集まってやることが露天掘りなのか。まあ視聴者と集まってやることといったら労働って相場が決まってますしね。どこで学んだんですか？ルールは簡単、ピンクで囲まれた場所を露天掘りするだけ。視聴者と露天掘りで絆を深めたいと思います。今回の範囲は前回オドミンの方々とやった回と同じ4チャンク。今回は前回よりも参加者が多いので、おそらくサクサクと終わることでしょう。この日本で8チャンクも露天掘りするおかしさに気づいた方がいいと思うよ。まあ私1本の動画で最大マップ2枚露天掘りしてましたし。すでにもう手遅れだった。しかしただ露天掘りするだけでは味気ない。全員が2000ブロック掘るたびにランダムでイベントが発生します。今回は前回より少しイベントが変わっているのでお楽しみに。ちなみに、露天掘りに必要なツールや食料は開始時に支給されます。露天掘りに集中できるよう、できる限りの福利厚生を用意してます。それは別に福利厚生とは言わないと思うのよ。ちなみに逃げた場合は首につけた爆弾が爆発します。唐突なですゲーム。てことで露天掘り開始。さあお前ら、掘るぞ掘るぞ掘るぞ。ここから長い戦いが始まるんだな。今回は参加者も多いのですぐ終わることでしょう。いやあ、視聴者と一緒に露天掘りするのは楽しいな。やっぱりね、一緒に何かをすると絆が生まれるって感覚が、絆というかほぼほぼ痛みを伴う儀式だよな。アフリカの部族かな？と言っても、露天掘りの本番は Y 座標がマイナスになってから、その時に視聴者の絶望する顔を見るのが楽しみですね。炎症がにじみ出てますよ。お、早速イベント発生ですね。酒の雨、これは特に害も益もないですね。これは前回も見たイベントだよな。正直このタイミングまでコマンドが動作してるかむーちゃくちゃ不安でした。無駄なこと言うなよ。血がなくなって次第に石の層が見えてきました。これが見えるとやっと露天掘りが始まったんだなって感じますね。経験者が言うと言葉の重みがすごいな。おっと、ここでまたイベントですか。また酒の雨か。あれ、またこのイベントですか。イベント全部同じ確率なのに、2連続同じイベントってすごい確率ですね。もしかしたらコマンドミスで酒の雨しか出ない可能性もあったりしてな。そしたらここで酒降らせまくって世界中の酒絶滅させますか。あんなノリで絶滅させんな。にしても、最近の実況でこうやってちまちま掘ってる動画、ほとんど見なくなりましたよね。なんというか、いつの間にかほとんど自作モッドでドカーンバカーンの単発動画になっちゃって。まあマイクラも10年以上続いてるし、これも時代なんだろうな。そもそもお前はドカーンバカーン側の実況者なんだし。なんというかいろんな人がやってるとゾワゾワして同じことやりたくないんですよね。この逆張り成人が。最近になってやっと自力も少しずつついてきたので、今後はいろいろなタイプの実況も試してみたいと思います。ああ、視聴者の尊い命が。もう夜だし、地下にはモンスターも湧いてるからな。ちなみにもし死んでも即リスポーンで労働に復帰できるようになってます。怖すぎんだろこの企画。おっと、イベント発生ですか。ここで酒の雨が降ってきたら面白い。酒がやってきましたね。酒ですけど。ここに来てリザー召喚ですか。まずいですねこれ。まさかこんな序盤で吹くとはな。ちなみに今回は視聴者参加企画ってことでリザー召喚数を2倍にしてます。視聴者へのアピールがすごい。やっぱね、数は増やした方が面白くなりますからね。視聴者もきっと分かってくれると思います。ならせめてもっとちゃんとした理由が欲しかったんだが。視聴者を苦しませたいから。本性出したなこいつ。けど私も一緒に労働してるのでゴブゴブってことで、私も作業したんだからさ。ね、みんなも作業できるよ。最悪の同調圧力ゲン。よし倒せた。いやー、ウィザーって2体になるだけでもかなり大変なんですね。けどさすがに2体も倒したんだし、きっと報酬とかあるんだろうな。じゃ露天掘り再開しますか。嘘でしょ。あれ、どうしたんですか。ツール類投げ捨てて。どうやらさっきのウィザー戦で掘る気力を失ったみたいだな。もしかして逃亡ってやつですか。逃げられないよ。怖すぎんだろ。お、またイベントですか。ウィザーはやだウィザーはやだウィザーはやだ。アックリーパーレインだ逃げろ。いやー、さすが視聴者、素晴らしいですね。視聴者爆破してあの笑い出る方が怖いんだけど。とりあえず注意書きでお茶を濁しておきましょう。どこかで見たことあるやつやめろ。失礼失礼、あまりにも予想通りのキルログになったのでつい。さすがは視聴者、わかってますね。お、イベント発生。そろそろ新しいイベントが出てきてほしいよな。
起きました。これです。ダイヤツール配布か。これは以前もあったんですが、今回はその性能が超強化。なんと、効率強化ごと付加解がついてるつよつよツールなんです。これさえあれば、圧倒的な採掘効率が手に入るってことですね。ほほう、なるほどな。で、のボタンを押すと炎が出てくるのか。採掘ツールを勝手に兵器に改造しないで。とにかく、これで露天掘りの効率は大幅アップ。配布されたダイヤツールは1個ずつですが、それでもかなりの速度になることでしょう。洞窟を発見しました。しかもかなり大きいサイズだな。露天掘りだと洞窟は掘るブロックが少なくなるのでありがたいんですよね。洞窟をブロック換算で見てるやつ初めて見たわ。まあ、確かにすでに空間があればその分掘らなくていいってのはわかるが。何言ってるんですかマリサ。露天掘りの洞窟って書いてボーナスステージって読むんですよ。もしそうだとしたら間ののはどこ行ったんだよ。あまりにも露天掘りが終わらないのでダイヤキッケルの配布会を行うことに。はいはい、みんな上見て上見て。一目散に群がっていったな。これを見ながらワイン飲むのが最高なんですよね。開示のビップじゃん。今回はせっかくなんで3本も配布。これで採掘効率が上がることを願いましょう。おっ、またイベント。次は何が来るんだろうな。昨日はグマ大量発生でしょ。それもう露天掘りどころじゃないだろ。ってあたりイベント来た。ほれほれほれ、掘って掘って掘りまくれ。採掘速度上昇か。それにしてもすごい音だな。まあこれ倍速にして早く掘ってるように見せてるだけですけど。手の内見せるの発表。お、またイベント。採掘速度こい採掘速度こい採掘。それはびっくりした。TNT レインか。あれ、これってこんな早く爆発しましたっけ？いつもはもっと爆発まで猶予があるので、もしかしたらコマンドミスってる可能性がありますね。まあ無害になるならいいか。開きな女。よく考えてみてください。爆発しないということはすなわち採掘が妨害されないってこと。つまり直さない方が視聴者にとってありがたいってことですよ。はい AED、蘇生完了。蘇生させてどうする。とにかく、TNT レインの不具合はこのままにしておきます。今直して新たなバグが生まれたら元も子もないですからね。まあお前のプログラミング力、そこまで高くないしな。あと視聴者からダイヤのクワもらいました。あ、それ今言う？現在の進捗はこんな感じ。見にくいですが、大体はイコール20くらいですね。おい、ウィザー召喚されてるぞ。あ、はいはい、ウィザーね、はいはい、後でなんとかします。ダメだ、ウィザーがいる生活に慣れすぎてしまってる。逆に考えるんです。ウィザーの攻撃はブロックを壊す。つまりウィザーの考えようによっては共に露天掘りをする仲間ということになるんですよ。その仲間に思いっきり攻撃してますけど。これは終わりに倦怠期ってやつですね。倦怠期早すぎないか。まあまあ、私が戦わなくともいつか誰かが倒してくれることでしょう。ウィザーなんか気にせず露天掘りですよ露天掘り。すごいこの状況でまだ採掘を入選するんだ。おっ、またイベント。ここで採掘速度上昇とかつけるとアピーンです。なんとか討伐できました。これで再び露天掘りに集中できますね。かなり掘り進んだな。深層岩が見えてきました。現在の Y 座標はマイナスに1回かないか、ようやく半分ですね。まあ深層岩の掘りにくさを考えるとまだ3割ってところですけど、露天掘りクエスト、ここからが長いんですよね。ここからが本当の戦いってことか。全カットしちゃおっかな。ダメだよ。まあとにかく、ひたすら掘り進めるしかなさそうですね。お前ら、休む暇があったら手を動かせ。ここでサボったら時給どんぐり4個にするぞ。すみません、最低賃金って知ってます？石の層がなくなって深層岩が本格的になってきました。お前ら、ここからが本当の地獄だ。本当の地獄はただ掘ってる様を見せられる視聴者だと思うんですが。まあここの視聴者掘ってる映像でご飯食べれますから。視聴者をなんだと思ってるんだ。けど、私こういうコツコツ掘りはそこまで好きじゃないんですよ。作業中ってよりかは範囲破壊とか使って楽をするタイプですし、最近はこれといった作業もしてませんからね。今やってることはこれといった作業に入らないのか。まあ真の作業中ならこれくらいの露天掘り一人でできちゃいますから。うん。そうですね。そうなんですよ。逆にこういう内巻き間作業はそこまで得意じゃないんですよ。今回は視聴者と一緒に作業できるから楽しめてますけど、まあ一人の時と比べると何倍速になるんだって話だしな。最近は私がなんか作業しまくるみたいなことも言われてますけど、2部はあくまで作業税圧縮、そこはお忘れなきよう。作業中の人々には到底かなわないしな。というか最近の作業中もインフレにインフレしてますからね。なんですかマップ1枚整地を1本の動画でやるって、意味わかんないですよ。潰しますよ。驚きすぎて意味わかんない悪口になってるぞ。最下層で掘ってる別動隊の様子を見に行くことに。おお、かなりの空間になってるな。深層岩って掘るの大変なのに、一体いつの間にこの広さの空間を。視聴者、私よりも作業適性がはるかに高くてびっくりですね。もう私の今後の作業全部やってくれません。ジャンプしようとすんな。まあ今動画班と一緒にマルチプレイとか作業とか人気ですからね。みんな喜んで作業してくれてますし、きっと協力してくれますよ。はじめは、仲間たちもみんな笑顔だったんです。でも、次第にみんなロボットみたいで。
プログラムに沿うことしかできないかと思うようになったんです。被害者 S 氏の供述。内部告発決められてますが、だいぶ掘ったので最下層との穴を作ってみました。見た感じ残り20ブロックくらい、あともう少しですね。すみません、さっき内部告発決められてましたけど。心が綺麗な人には見えない内部告発なので私は知りません。それで乗り越えれると思いで。まあもしダメになってもまた人員を補充すればいいだけですからね。露天掘りクエストもそろそろ終盤、最後まで気を引き締めていきましょう。資本主義の闇の部分まで忠実に再現しなくていいのよ。ウィザーがやってきたぞ。爆発音だけで曲作るんですか？こっちじゃねえよ。これだけウィザーが出てこられるともう驚きも何もないですね。はいはい、みんなウィザー倒しますよ。さも当然のように接してますが、マイクラの裏ボスの一体です。戦ってる様子はカット。もう何度も何度も戦ってますからね。視聴者もウィザー戦なんて見飽きてることでしょう。そろそろ普通のマイクラの感覚から外れつつあることに気づいてくれ。いや何言ってるんですか、私が普通のマイクラしたことあります？そんな恥ずかしいことをそんな堂々と言うな。まったくもう、一体マリサは今まで何を見てたんですか。恥ずかしいです、私恥ずかしいですよ。これなんで私が責められてるの。ところでニブさん、今手元にダイヤが11個あるんですが何に使うべきだと思いますか？最下層が見終えるようになってきました。ああ、やっと、やっと終わる。最下層まであと数ブロックって感じか。ホグワーツの効果とポルノグラフィティ歌詞縛り会話してたらあっという間でしたね。何その分かりそうで分からない会話。いやー、アゲハチョウとサウダージがあんなに会話に使えるとは思いませんでした。次はハネウマライダーあたりも使えるようになりたいですね。そろそろポルノグラフィティから離れそうか。けどやっぱ一番熱くなる曲はザデイですよね。私の声だけ聞こえないフィルターでもかかってる。ってことでこれが露天掘り最後の1ブロック。長かった露天掘り、最後のブロックは私が壊すこ。長かった露天掘り、最後のブロックは私が壊すことにしましょうか。何事もなかったことにはできないと思うが。やりました。4チャンク露天掘り、これにて達成です。いやー、やっぱりみんなでやる露天掘りは達成感もひとしおですね。視聴者も喜びに溢れてるよな。ウィザーが4体湧いた時はどうしようかと思いましたよ。こんな感じで喜びの舞を踊ってます。マルチの旅にジュークボックスに集まるクラクター、恐怖だな。上から見るとこんな感じ。やっぱり Y 座標が増えてから規模も達成感も増えましたね。これだけの穴をみんなで掘り抜いたんだな。これで私と視聴者の絆も深まったことでしょう。ね。深まりましたよね皆さん。私そろそろ泣くよ。